ミュウツーチャンネルのミュウツーです。はい、では有用に第2回やっていきたいと思います。寝起きなんで頭回ってないんですけどね、前回はストーリー1終わらせたんで、次ストーリー2やっていきたいと思います。さえ、活発な女の子らしいです。運動神経、関西なまり消すつもりはないなと。あ、まあ気持ちわかる。俺も北陸なまりが消えない。はい、まあよくわからんけど怒ってるらしいですね。あらまあ、扉開けたらこうなってると。見つけた。ここからっすね。またやるのねえ。ちょっと寝起きだからタバコ吸わせてくれ。とりあえずなんかまたやらんといけんらしいです。鬼ごぼじゃない、かくれんぼ。はい、やっときましょう。ツンと遊ぶのは1回だけじゃないの？もしかしてこのままずっとなんてことを今先に進まなきゃ、何回やらなきゃいけないんだろうね、本当に。あれ？火鉢ねえじゃん。あ、こっちになってる。うん、とりあえずやればいいんか。こっから俺ほんと知らないわ。ほんと見てない。ほんとに見てない。あれ？扉開けないは？あ、こっちか。あー、いいから扉開けづらいな。こっからほんと俺知らないっす。おお、なんこれ。あ、全然違う。笑ってるし。操作方法。あ、いるな。もうすでに。いるな、なんか。あら。消えた。これ何も知らんよ。どっち行けばいいんだ。開けれないか。そもそも開けれないか。こっちとかなんだろう。あ、隠れるのか。何も知らんね。とりあえず行くか。はて、どっち行けばいいんだ。どっちに行けんですか、これ。なんか足音聞こえるな。しゃがみましょう。どうすりゃいいんだ。むむ、ベッドに潜れますね。はて、なんもないな。潜ってみる。めっちゃ隠れるとこがあるってことはもう絶対追いかけられるってことやんな。あ、ちょっと開けれない。なんでよ。よいしょと、こっちで合ってる。うわ、やばい。隠れよう。これクリア。あ、足音聞こえる。連打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 。来たな。ひゃー、落ちるか。ガラス落ちてんな。こっち行けばいいのか。なんか右側にも通路あったけど、どうなんだろうね。こっちで合ってたのか。果たして。なんもないね。鍵取らんといけんとかじゃないの。あれ、開けや。
セーブなった。あ、合ってるのか。合ってるらしい。なんか普通に行けたわ。右回転どうなったんだろう。めっちゃガラス落ちてるけど。うん。うわ、危な。うわ、いる。いるけど。向こう、なんか扉開いてるけど。無視で行くか。あ、やっべ。やべ、来るな。あぶね。ガラスの音でマジで来るな。この。危ないね。大丈夫か？落ちてるの下に。危な。いますね。これ行って大丈夫？めっちゃ近いけど動いてる。これ行って大丈夫なのか。うわっ、こっちか。うわっ、やられた。無理やな。いやー、マジか。あー、こんな感じ。むずいな。え、どっから。あ、こっから。とりあえず連打せんとダメだな、息止めながら。ちょ、暗くて見えないんやけど、いまいち。連打しながら、こっちから行けるか。連打しながら。ロッカーない、ロッカー。バレんようにロッカー、まあ、入らんと息切れる。あ、でも連打したら結構いけるな。まあ、とりあえず、ロッカー。で、で、出ますよ。どういけんの、これ。ガラスうざいな。え、足音聞こえん。え、あ、いる。なんか。はっ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 は。ここの扉は開けれそう。開けれますね。うん。ガラス。ガラスがうざいな。聞こえねえやろ。大丈夫。なんか足音聞こえるけど。開けて大丈夫なのか。もう大丈夫だと思うんやけど。大丈夫。くれたいね。うわ、嘘やろ。え、なんで。え、どこにいたお前。は、え、お前どこにいた。え、教えて。意味がわからん。は、え、どういうことやろ。意味がわからんぞ。意味がわからん。どっから湧き出てきたお前。は、え、またこっからかいな。意味がわからんのやけど、あれガラス落ちてるか。え？連打。どういうこと？どういうこと？どうせよかった。あいつがほっつき歩いてたってこと、直接。ここまでお前も。
けんのか。行く必要はなさそうやけど。もうここまで上がる。ここ隠れないんか。このベッドの下は、あ、入れるね。あ、入れる。いるんだな。ガラス落ちてんの。出たらいるってこと？隠れながらいかんってことか。それ無理では。マジでどうするのそれ。どこにいんの。あ、リアルに。あ、そういうこと。徘徊してるのか。はあ。こっちに隠れるべきだったか。そこでそっちにロックあるけど。そういうことか。でも、あ、今のやつが出入りしてたことは右行かんといけないんかな。左しかちょっと行けなさそうだけどね。そういうこと？いやー、わからんね。じゃあ本当にこっから僕、マジで見てないんで。正直、パート1の昨日やったやつは、ちょいちょい見たんですけど、からは本当に見ずにやってる。根本的な操作とか流れもわからんかったからさ、さすがに今は一応見ずにやってるってことですけど。はぁ、あ、やべ、足音聞こえるんだが、やべやべ、扉投げ方未だに言うかな。開けたらいるよ。ちょっと聞こえるね。ちょっと一回隠れていこうか。あ、ちょっと聞こえなくなったら行こうか。どっちやったっけ、方向が分からん。あ、なんか赤いの見えるな。開けたらもう左にやっぱいるかも。行くしかないのでは。暗くて見えねえ。あ、開いてるな、口扉。足音立てずにしゃがみながら。こっちか。え、暗くて全く見えん。鍵セーブなった。病院の鍵を拾った。オッケー。オッケー。進んでけ、さらに。暗くて全く見えんけど。こっちでええんか。セーブなったからとりあえず。電気ついた。なんすか。なんですか。え、電気消えた。え、どういうこと。え、どうしよう。行くしかない、これ連絡しながら。うわ、わわ、殴り合いしてる。殴り合いしてるけど。ヒーって殴り合いしてるけど。おお、殴り合いしてるな。殴り合いしてるよ。ちょ、待て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 。何してんの、こいつら。殴り合いの喧嘩してない？え？やれやれみたいな。うっしゃーって、うわーって、なんか殴り合いの喧嘩しないか。大丈夫か、言っていいの。失礼します。殴り合いの喧嘩をしますね。
ます。ちょっと喧嘩中。あ、セブンなった。え、セブンなの早っ。今一回隠れとこう。セーブとセーブの間早っ。出るか。大丈夫ですかね。なんもない。なんもないですか。なんもなさげですね。うん、行きますよ。こういうでっかい三角定規とか分度器懐かしいけど、木製なんだね。プラスチックじゃないんだ。てか、いつらが学校に迷い込んでるけど。あら、相変わらず開けれない。相変わらず開けれない。開けてー。どうした？え？壁だったけど。いきなりなんかいたぞ、黒い影。めっちゃガラス。実の娘でもないのに育ててもらっていることに恩は感じないのか。せめて問題を起こさないようもっとおとなしくしなさい。はい。うん、実の娘でもない。え、今度娘になってんの？息子じゃなくて実の娘じゃないの？誰の話？次娘じゃなくて息子。めっちゃガラス落ちてるけど、どっち行けですか。え、どっち行けんの。あ、鍵あった。お、え、今取ったことなった。鍵消えたぞ。え、今鍵見えたけど、ん、取ったことなった。今近づいただけでなんかカチャって消えたんだけど、これで開いた。勝手に開いた。いざなわれてるよ。あ、じゃあお邪魔します。そういうあれね、おいでやすってことね。こっちですか。うわっ、びっくりした。机と扉がぶっ飛んだ。何、めっちゃビビらせてくるやん。あ、あー、なんか来た。これやばいね。あー、こんにちは。聞いてない。それは聞いてない。はぁ、いや、わからんて。それはわからんて。どっから。もういいよ、サエは。あ、これサエの話なのかな。これサエちゃんの話なのかな。あ、どっから。ああ、走れってことだった。走ってさっさとどっか入れってことだった。あ、普通に開けると。ちょ、待て待て待て、お前待て。いけた。また実の娘でもないのに育ててもらっていることに恩は感じないのか。せめて問題を起こさないようもっとおとなしくしなさい。そんな問題を起こしてたの。なんか小さい子供見えたの、今一瞬。小さい子供も見えたな、今。うわっ、あ、そういうこと、キモ。さっきこっちの角度だったら分からんかったけど、うわ、腕が伸びた。腕が伸びて勝手に鍵取ってった。そういうことか。さっき気づかなかった。気持ち悪い。あ、そういうこと。ゾッとした、鳥肌立ったわ。ダッシュするか。うわ、いるわ。連打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 。やっぱな。助かった。うぜえ。あいつ、あいつの回避できたな。息止めていけたな。いや、なんかいるもん。え、これやばくない？関係ない、この赤い光。関係ないんか。
反射してるよ、やっぱ足音聞こえる。いるもんね、なんかちょっと入ったくない。え、あ、入れないな、あれ、なんで。え、入れないんだけど。は、なんで俺の操作おかしい。え、なんか入れないんだけど。え、しかも、え、やばい、固定されて動けない。え、フリーズした、フリーズしました。え、なにこれ、入れませんよ。しかもこっから動けなくなった。え、なに、え、ちょっとやばい、フリーズしたかも。これゲームフリーズしたか、バグった、入れないんだけど。え、なんで入れんの。そしてこっから画面を動かすことができない。え、どういうこと。これフリーズした説ない。あ、フリーズした臭い。うそやろ、やり直し。なんか入れないんだけど、なんで、なんで。死ぬことすらできないんだが。ちょっと待って、え、マジで入れない。何、え、何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 、ちょっとタイトル戻るしてみるか。なんで、え、嘘やろ。コンティニュー、どこまで戻されるの。え、どこ、ここ。あー、でここか。え、え、今のとここれ、ちょっとわかんないんだけど。あ、今のところだ、よかった。え、今のとこだよね、よかった。入れる、え、入れない、やっぱり。え、何これ、さっきフリーズしてさ、こういう体勢にすらできなかったからね、固まっちゃって動けなくなった。あ、入れた、やっと入れた。何だったんだ、なんかすげえバグったぞ。なんだったんだろう、ほんと。ここ多分むずいな。いや、来ないで、こっちはないよ。しょうがない、もう出るか。どこにいる。ないな、ないな。こう行けばいいってこと。やばい、深呼吸しちゃう。やばいやばい。さっきのバグ何だったんだよ。よし、行くか。いや、また、あれ、こっちやったの。あれ、俺逆来ちゃった、やべ、ミスったか、間違えたか、こっちや、戻っちゃったわ。うわぁ、でけえのいるんだけど。待って待って待って、でかいのいた。もう連打しながら行くか。せ
ーブになってないからね。でかっ。とりあえずこのいけるな。うわ、まだいるやん。嘘やろ。待って、それ聞いてない。アップマ。ロッカー倒れとか聞いてないです。休憩せずに行こうとしたらやばいことになるってことか。やられた、まあ、ゲームの制作者の意図にやられたな。ここですか。いけねえじゃん。あ、普通にいけるんかい。こっちどっちだ。てか人形を取りに行くんだよねこれ多分。遠くね人形。これ全部戻るの。またなんか化け物追いかけられるの。展開的にセーブならんし。なんすか。え、何の音今。何が倒れた音。え、何が倒れたかよく分かってないんだけど。え、何が倒れたの今。いるし、なんか、え、なんかいる。なんか足が出てない。逆さまなってね。犬神家の人々見たくなってない。あれ、足が出てない。うん、そうだよな。ガラス踏まんようにしよう。あ、やったね。終わったね。大丈夫。やっべー。ガラス切るね。逃げようか。あっぶねー。ガラス踏んだとして、毎月に一切見つからなくて大丈夫なのか。大丈夫？セーブならないのが嫌なんだけど。マジセーブありきゲームやな。うわっ。やっかいなものを押し付けて。ガキの頃から片付けが苦手な性格だったし、最後を残すのがくらい整理してほしいもんだよ。虐待受けてるな。うん、足蹴りされてるやん。俺も足蹴りされて育ったからな、親父に。気持ちわかるけど。うん、いや、めっちゃいますやん。ガラスもふんだんに落ちてますやん。ゴー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 。ん？どっち？こっちでいいの？あら？鍵かかってる。鍵が必要？え？こっちか。聞こえるんだが。なんか聞こえるんだが。ここも鍵かかってる。やっぱり出てくるよね。ちょっとセーブ鳴ってないんだけど。ちょ待って、どこまで戻されんだ。無理だろうな。だよな。いやー、どこまで戻されんだこれ。いや、きついな。結構戻されるんじゃないのこれ。マジで結構運で行ったとこあるぞ。あ、でもこっから、え、どこだ。ああ、よかった。ここなら。俺気づかなかったけど、セーブって出てたんだ。左下にセーブって出てたか。よかったよかった。教室のとこまで戻されたのって結構きつかったな。いるやつ。え、嘘。扉突き抜けてきたんだが。さっきは運が良かったの。いや、壁の向こうから攻撃してきたんだけど。壁開けてないじゃん。壁の向こう側から来たぞ。すり抜けてきたけど。嘘でしょ。マジで。
それは知らんよ。無理ゲーじゃね？ノーコンティニュークリアとかできなくていいの？その足音聞こえるとかなんか徘徊の周回に合ってるかどうかだから運じゃん。あ、いるわ。嘘は？ここでバレる？さっきよく行けたな、これ。何それ？いやマジで？え？かっこいいものを好む彼女が義両親は走ってないとやめさせようとしている。あ、男っぽいのね。それが問題行動と言われてるの？個性を、その子の個性を完全否定してるの？別にいいじゃん。そういう子いるでしょ、小学校。もしかしたら性同一性障害とかそっち系かもしれないし。あと90年代の親御さんは頭固いだろうな、今の親と違って。うわ、いる。え、普通にいるし。あ、入ってくんのこいつっていうか、あ、入ってきてたの。そもそもここ徘徊ルートだったの。じゃあ1回目運良かったんだな、あんだけ出てこなかったけど。1回目が運良すぎたのか。あ、普通に徘徊ルートなの。あ、抜けてった。あ、そういうことか。1回目があまりにも運良すぎたのか。はーん、そういうこと。そういうことね。ちょっと聞こえるけど大丈夫？バレたらバレたらで。ロッカーない。ないか。走って受けるしかないな。そういうことか。いやー、バレたか。バレましたね。いやー、マジか。どうしろっつうんだろう。あ、こういうところに一回隠れればいいのかな。あー、そういうこと？むつ。あ、毎回してか自己紹介変わるね、今思うと。はあ、これでも開けた瞬間最悪いる可能性あるよな。それはもうどうしようもないやつでしょ。はい、どっちや。こっちか。どっちや。待機するか。あと、こいつ耳悪いから。目はめちゃくちゃ痛すぎてる。息止めなくてもいいか。こいつは、耳は良くないんだけど、目がクソいいらしいです。まあ、メンタルもついてるぐらいだからね。でも、このタイミングでいいんだよ。だから、走ってていいんだよ。大丈夫。ガラスの音には敏感だし、一回ここに隠れる。ここに隠れないの。ここ。こっちが歩けばよくない？なんか聞こえるんだけど。いった。和室。おっしゃ、セーブポイント。そういうことか、やっぱ。いけたね。はあ、和室着いた。なんか落ち着くな。なんか向こう側見える。うん。いけた。え？え、いるんかい？安全ポイントかと思ってた。いるんかい、お前。ちょっと一回落ち着こう。すげえ安心しきってたわ今。お邪魔します。またこのこれじいちゃんの椅子なんかな。またこの椅子あんな。うん、
何の椅子なのこれ。ああいう椅子昔流行ったよね、ギッターの。このし、ここ前もあったぞ。ここ、ステージ1でもあったぞ。あ、前開いてなかったのに。開いてる。まあ開けようとも開けれたんだけど、敵が出てくるからな、いけんかったよね。お、なんか変わってるな。こことかに敵とかいたけどね。大丈夫今回。左じゃなくて右に行けってこと？なんだここ。なんか書斎だね。あ、ステージ1と同じ場所着いたけど違ってるな。なんか調べたりできるわけではないのか。なんかこうやってストーリーがどんどん解放されていくのかな。うお、勝手に開いた。マジか。ここ教室だったんじゃない？違ったっけ前。お、なんか進んでいける。勝手に開く。こっちは？あ、やばい。行かない方がいいな。向こういるな、敵。行くなってことやな。あ、隠れれるんかい。え、なにこれ？え、ロッカーみたいな。あ、隠れれるところここ。あ、そう。じゃあ結局こっち行かないといけないの。隠れるところの扉が開いたの、ここ。自動ドア。そういうこと。あ、いるわ。こう行けと。うわ、嘘やん。え、無理じゃない？いや、見つかりますよ。いや、見つかりますよ。ダッシュで走れない。あれ、なんかバリてる。息止めてたから走れなくなった。うわー、来るんかよ、ここでも。そっか、来るか。こっち行けよかったのかな。何回死ぬの。そっか、死にますよね。そうですよね。うん。まあ、こっからだからいいよ。あ、やっべ、やっべ、やったか。大丈夫？ここでなんか、ムービーとか流れたんだけどね、前は。普通に行くか。あんなここ隠れれるけど、もう使えねえよ。こんなところに戻ってこれねえよ。どうすりゃいいの？あいつ。あ、いるわ。B。うわあ、バレない。あ、しゃがんでたらバレない。この距離でも。いや、ちょっと待って。平行して歩かないで、俺に。待って、待って、待って。うわー、さすがに見つかるよね。いやー。ちょっと待って。走ってみる。いや、そっちから来るんかいそっちから来るんかいしかも今、なぜか走れたし。おらら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 ら。あ、行けたけど、ついてくる？え？来てない？あ、大丈夫？あ、逃げ切れた？あ、無理やり行った、もう絶対俺捕まると思って行ったけど、逃げ切れたな。教室まで行ったら逃げ切れたな。あー、人形あったー。ここでやっと人形？え、で、今来た道全部戻んの？もしや。嘘でしょ？こっち開けれない？開かない。開かないな。うーわ、こっから本番スタートっすか。皆さん、こっから本番スタートらしいっす。めっちゃ長いじゃん。またここ戻っていくの？これ毎回これをするゲームなのか。撮るよ。撮りますよ。うん。行きます。撮ります。人形撮ります。
やだ、全部が嫌い、全部キモい、超キモい。あの90年代の日本でキモいって言葉って流行ってたっけ？そういう言葉なくない？イケメンって言葉すらないんじゃない？ハンサムなんじゃない？ジメ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 めんどくさいね。困ったふりしてれば私の気が引けるとでも思ってんの？はっきり物言ったらええねん。めっちゃ関西弁だな。あー、そういえばな、関西なまりが溶けてないって言ってたな。おともおかんもそう言うてた。キモい、マジキモい、さっさと死ね。小学生ってこんなひどいこと言うの？まあ東横界隈のキッズたちのツイッターとか見てても結構こんな感じの文章だからな。そういうことか。まただ、また私のことを。そうだよ、みんながそう思ってても当然だもん。噂になったらどうする？おとなしく家に移動。ああって言われて、今セーブになったの。今こっち行ける？行けない。あれ、出て行くなら見つからないように消えなさい。え、なんか真っ暗なってる。止めないから。うわっ、メンタム来たー。あ、もうメンタム来る前提なのね。早かったし。なんか真っ暗なったなと。メンタム来てた。え、戻れない、やっぱり戻れないけど、こっちはいけない。もう走ってやっぱり戻れってことやね。あ、もう始まってる、やべ。あ、分かった。え、どっちどっちどっち。あ、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ちょ道がわからん。あ、でも来てるやん、メンタマ。いやー来てるわね。あ、こんにちは、こんにちはっす。ちょっと前よりむずいな、道がわからん。しかも人形取ったとこから始まるのね。ありがたい救済処置だけど。ちょっと、あ、ちょっと扉開けね。どこ、え、閉まるんやけど。え、どこどこどこ。出て行くなら、こっち。見つからないように消えなさい。はい。止めないから。え、む、いやいやいや、は、え、無理じゃない。噂になってる。え、は、え、ちょっとマジむずすぎない。なんかどういうこと？壁貫通してくるしね、この人。この人、人、人？人ではないけど。扉開けんの、あれ？今、反対扉開けれた。え、どっから行くの？え、どう行くんすか？え、はい？机に潜る？これ机に潜ってたらセーフなの？親でもないのに目を見てあげてるんだから、これ以上目を見かけないでくれる？あ、そういうことですか。え、来るけど、まだ。え、死んだ。なんでやねん。一回だけでチャンス。死ぬんかい。そこ行けっていうことか。いや、わからんよね、それは。はっ、ここ潜って出て、あ、そういうこと。うわ、やばい。あ、いけないんだけど。どっちどっちどっち、こっち。ええ、はっ、こっちやな、こっちか。え、どっちどっちどっち、わからんよ。痛い。
息止めた方がいいのかな。そんな言うないよね。走れなくなるし。走った方が早いかな。回ってたんだけどな、これ。ちょい。ちゃんとやってるよ、聞くないか。どっち？いや、こっちか。やばい。いける？まだか。どんなに進んだか覚えてねえ。同じことばっかり言うな。分かった。気をつけるよ。迷惑かけないの気をつけるから。こっち小学生だね。限度がある。こっちで合ってる、ここで。待ってた。あ、やっぱり道間違えたんじゃねえこれ。やばい。どっちどこ、ここ。あ、ここだ。多分。どこ。いいじゃない。どこ。こっちか。どっちですか。どこですか。邪魔だよ。こっちが合ってる。やばいな。黒い影来てるけど。明らかに画面が黒くなってんだが。明らかに画面が黒くなってきてる。やばい。ここだ。スタート地点ここだ。ちょっと、もうすぐ。頑張れ。来た。あー、逃げ切れた。オッケー。すげえ適当に走ったけど、合ってた。燃やしまーす、人形。あー、怖かった。また遊ぼうね。いや、もういい、遊びたくねえよ。もういいさ。まだ終わらないの？また2が来るの？どうして？儀式をしたのは私だけじゃないのに。儀式ってなんだ？儀式したのは私だけじゃないのに。本当に私だけなのかな？ああ、他の人もこれやってんのかな？本当にみんなのところに2は出てないのかな？確かに。みんなやってんのかな？実は。ああ！なんとかクリアしましたね。昨日の夜は眠れなかった。次に目を開けた。開けたら時にまでなんだ。まあまたね、起きたらね、明日はまた今日の夜はってなるかもね。ユオリに負けたらどうなるんだろう。いや、何回も負けてますけど。死にまくってるけど。昼過ぎは寝てたのか。あ、まあ、ツンのこと相談しようとしたんだけど、まあ、お母さんが真に受けるわけないよね。何、また問題起こしたの？お母さんの顔は笑っているけど、全然笑ってない。バカな私は、自分がまた間違えたことにやっと気づいた。ごめんなさい、何でもない。大丈夫なのね。口をつぐんだ私にお母さん確認をする。問題ないのにお母さん呼び止めたの。めんどくさ、この母親。ごめんなさい。まったく学校の人にもそうやって話しかけてくれれば困らないのに。ごめんなさい。私の返事を聞いていたかどうかわからない。お母さんすでにドアを閉じていたから。あの、コミュ障すぎてそんなになんか家庭内問題になってんの？学校でコミュ障すぎてなんかめんどくさい家庭環境ばっかなんだな。家のチャイムが鳴ったのはお母さんがいなくなって2時間ほどしからだ。うーだん、遊ぼう。聞こえてきたのは私のあだ名を呼ぶさえちゃんの大きな声だった。うーだんって名前。俺、いまだにこれ主人公の名前が分かってないんだけど。
あ、連絡もね、学校が急に休みになった場合とかのやつ、ドアがノックする電話もなく突然家に来るなんてなんだろう、これめっちゃ鳴らすやん、うざっ、いや怖い怖い、恐怖を感じる、いやいやいや、警察呼ぼうもこれはいや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 、心当たりはヒロム君に関係したことだって、いや怖い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 、ドア壊してしまいそう、なんか目白くない、え、怖い怖い怖い、え、てか目白いっていうか爪長、え、やばい、ゾンビ化してる、ういっす、え、ニコと笑うサイちゃんの顔は包帯とガーゼに覆われてた、え、ゾンビ化してる、ミイラ化してる、顔だけじゃない、両腕もダボダボのシャツから覗く胸元にも、男の子向けの半ズボンの下の太ももにも、どの包帯もところどころ黒く汚れている、血が吸い取られて固まってるんだ、え、キモ、え、どういうことどういうこと、しかもあれだよね、あの湯鬼してる時のなんか異次元空間にいざなわれた場合じゃないじゃん、今自分家で、しかも現実じゃん、え、怖い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 、爪伸びてるしね、え、親とか何も思わない、しかもここまでよく来れたね、警察に呼び止められそうだけど、その場で固まった私にサエちゃんは包帯の下から笑いかける、ウーダンに一番に見せてあげようと思って、そして腕の包帯をほどいた、口を押さえた手の中で短い悲鳴が漏れた、いやーって感じになってんだろうね、腕には無数の鋭い金属が刺さり恐竜のようになっていた、腕には無数の鋭い金属が刺さり恐竜のようになっていた、恐竜のようになってたっていうあれが、ああ本当だ、恐竜のようになってんな、本当だ、よく見たらそうだ、右腕そうだわ、なんか刺さってなんか恐竜っぽくなって、恐竜の鱗っぽくなってる、本当だ、爪ってかっこいいやん、だからつけてみた、え、どういうことちゃって、あのディストカットしてる人を超えてきてんだけど、刺しっぱなし？ピアスみたいな感覚になってる。爪の隙間にカミソリの刃が差し込まれ、え、どういうこと？パンパンに腫れ上がってる。爪の隙間にカミソリの刃が差し込まれ、吹き出した海と地でドロドロに光ってる。キモ。こうやってな、全部切り裂けるんよ。え、どうした？どうした？どうした？え、怖い怖い怖い、かっこいい、え、なんかツイッターとかでなんかディスカしてる人、なんか配信とかでディスカ配信する人、え、やばいやばいやばい、え、マジでやばいじゃん、なんか東横界隈にマジでいそう、頭にも角つけたよ、今度は頭に巻いた包帯に手をかけた、え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 、あれれ、サイじゃん、遊ぶんなら僕も混ぜてよ、聞こえてきたのは早口なヒロムくんの声だった、助かった、そう思えたの一瞬だけだった、え、ヒロムくんも来たの、いきなり家に、おお、ヒロムくんもやばいことになってる、ヒロムくんはズボン入ってなかった、どういうこと、ヒロムくんはズボン入ってなかった、いや、それ違う事案が発生してるけど、おい、ヒロムくん、チンコとケツ丸出しか、で小学生だからチンゲも生えてないんじゃないか、大きく破れたシャツの隙間から青黒いあざがいくつも見える、は？目は黒く腫れて塞がっていて、口と鼻には生乾きの血がこびりついたまま、え、どういうこと両手に持たれた金属バット2本持ってるの、二人ともボコボコにへこんでいて、一本真ん中からぐにゃりと回っている。一体どれだけの力で何を叩けばあんな風になるの？え、どういうことどういうこと、怖いんやけど。あれ、なになに、腕どうしたの、腕。かっこいいっしょ。え？超かっけえ。え、中二病取り越してなんかすごいことになってる。もう明らかにおかしい。
二人とも暇ならモグラ叩きに行かない？街に行ってモグラ探して叩くんだよ。怖い怖い怖い、誰を叩いてたの？おもろそう。ウーダーも行くよな。私は玄関に飛び込むと急いでドアを閉めた。ドアが叩かれて揺れる。どうしたのって私を叫ぶ声が来る。警察呼ぼう。指が震えてドアにチェーンがかけられない。怖っ。右の窓も閉めた方がいいぞこれ。もしかしてかくれんぼがしたいんじゃない？じゃあ私が鬼ね。僕も鬼したい。ドア越しに二人の話し声が聞こえてくる。その前にウーダに出てきてもらわんと。怖っ。今度人間が相手なの。怖い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 。二人が耐えられてる。あ、チェーンもかけたら結局。時は大きな音とともにドアが大きく歪んだ。ドア枠に収まらないぐらい曲がってしまってる。見つけた。うわー、怖っ。私は逃げた。お母さんどこ行ったのよ。っていうか2階の自分の部屋に飛び込み、机を引きずって入り口を塞ぐ。バリケード作ってる。やばいやばいやばい。ミキオ、地元有力者の一族。そんな感じなの？夕方じゃないのに。あ、夕鬼って毎回夕方に始まるの。さっきのサイちゃんとヒロム君、二人がおかしくなったらツンのせいだよね。怖っ。あ、ユオニに負けた穴なのね。しかもなんでここスタートやねん。そしてなんで自分の部屋におったに何のマイブルもここスタートやねん。まあ、というわけで、まあ、ステージ2クリアして、ステージ3、あ、ストーリー3かは、まあ、次回やりたいと思います。ちょっと僕個人的なあれなんですけど、ちょっと他の YouTuber の方とちょっと絡みに行くので、数日ちょっと投稿できないかもしんないですけど、まあちょっと遅れちゃいますけど、まあそれでもよければご視聴よろしくお願いします。ミュウツーでした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあね。